手回り品切符の表示系半電気鉄道、仙林駅手回り品切レフとは、日本の JR などで採用されている切符の一種で、旅客自らが、車船内に、手回り品やチッキを持ち込むときに必要な切符である。普通手回り切符や、定期手回り切符などがある。日本国有鉄道の下で、旅客運送に付随する、物品運送である手回り品等を適切に、 コントロールするため有料の切符として導入された。自転車を解体して専用の袋に収納した場合や折りたたみ式自転車で折りたたんで専用の袋に収納した場合は無料手回り品となる。従来、軽輪用自転車の入った袋は有料手回り品であったが2011年10月1日の旅客営業規則改正により無料手回り品となった。車椅子のうち 長さ、高さが1 2 0トル以内、幅7 0トル以内のものは無料手回り品。それ以外は鉄道会社ごとに対処が分かれる。なお、向行連絡線のホーバー便は有料手回り品の持ち込みが禁じられていた。手回り品は原則として、縦、横、高さの合計で2 5 0トル長さ2ル 重さ3 0ラム以内のものを最大2つまで持ち込むことができるが、次のものは原則として持ち込みが禁止されている。危険品、または他の旅客に危害を及ぼす可能性があるもの。暖炉、コンロ人間の死体動物不潔ないしは周期により他の旅客に迷惑の及ぶ恐れがあるもの、車内を破損する恐れのあるものやバールなど、旅客の1回の乗車線ごとに、 一個について290円。途中下車の取り扱いはないので改札ごとに手回り料金が必要となる。子犬、猫、鳩またはこれらに類する小動物の入った容器、一つにつき2000円以内の賠償責任。ありがとうございます。